からすればいいのでもあるかな。そうダメですね、やっぱ早起きする日の前はちゃんと寝ないとダメだ。全然なんか寝た気がしてないし眠いしダメだ、全然頭が回らない気がしてる。やばいですね。なんか早起きの前日の、なんか早起きの前の日に限ってすごいなんかいろいろしちゃって逆に寝れなくなるみたいな。眩しい。今っていうか昨日がそれだったから全然寝れなくて、気づいたらもう3時とか。そう気づいたら3時。すごい。そういう間にね、めっちゃね眠たい見てわかると思うんですけどちょっと眠いです。今はございます。あ、こっちに鏡あるんですよ。そうだからそれ見てやってる。そう、大きい鏡がないとメイクできないいつもそう大きい鏡でメイクしてます。逆になんか手持ちの鏡とかなんかちっちゃい鏡とかメイクするのはあんまり好きじゃなくて。あ、すごい前髪が割れてます。ばっくり眠たい。でも今日ちょっと移動中に台風がしようかな。そうリハだからリハだしね、なんかスケジュール的に全くなんかほぼほぼ休憩なしみたいな。まあ多分換気とかはあるかもしれないけど、なんかハードそうだったので、ちょっと自分がやれる時間にやりたいと思います。それ眩しいな、やばいな。ちょっともう一個だけライトの光が眩しかった。涙袋おはようございます。うん、眠たい。さっきから眠たいしか言ってない気がする。ごめんなさい。でも眠たいの一応なんかちゃんとなんていうんですか、いや寝ようとしたんだけど寝れなくて、昨日寝たら起きれなかった私の予想通り。いやなんか起きたんだけど、二度寝ってか何度寝かしてしまって、いやまだ寝れるなと思って、そしたらなんか寝てたわ。そうまだなんかねすごい寝れそうな感じがしたんですよね。
そうあります、皆さんもそういう時あるよね。眠たい。涙袋完成。うん、やばいですね。ちょっとお腹すいた。したらなんだ、あ、まつげだ。まつげでもあれですね、マツパしてるからそんな上げなくてもいいんですよ、私のまつげ私のまつげ、まつげはね、そんな上げなくてももうすでに上がってるので、ほぼほぼちょっとこっから付け足していくぐらいで大丈夫ですね。あれ？あった。まつげを塗っていく。あ、これはちょっと手持ちがいいな。そう、マツパってほんとすごいんよ。そう、でも最近は多分なんか抜け替わりの時期なのか、まつげがいなくなった、前に比べて。そう、本当はこの時間大富豪したかったんですけど、あ、たけしがくしゃみしてる。本当はそう大富豪したくて、本当は私のねプランはね、私の今日のちゃんとしたスケジュールを言うと、6時半に起きます、起きて、違うな、7時、違う、6時20分から目覚ましをかけてたんですね、5分起きぐらいに。でそれにちゃんと起きて、でメイクして、でまあ、時間余るぐらいを想定してたんですよ。そしたら、いや、まんまと二度寝。もう焦ったほんと。そうで、それで大富豪をのんびりするっていうこの配信でね、そう、それの予定が今もうここでメイクしてる。ほんとよくない？やっぱちゃんと寝るべきだなっていう。まあ今日踊らなきゃいけないし、そう、明日も踊んなきゃいけないから、やっぱなんかちゃんと寝るのは大事なんで、皆さんちゃんと寝て、寝ましょう。特に朝早い日の前日は。そう、なんか目だけさメイクしてるから変な感じする。オッケー。そしたら待ちです。こっからは、こっから待ちの時間にアイラインを引きます。アイラインはもうやっと引けるようになってマスターしました。塗っていく、引いていく。アイライン、でもアイラインはほんと最近失敗しがち、何回も引き直してるけど、
あ、左やっぱだ、左やっぱあれだわ。左の方が最近弾けるんよね。あ、偉い、弾きました。眠いから目がうるうるしてる。眠たいです、でも。ちょっとこっち。顔がすごい。やり直し。メンバーあるあるってリップもらいすぎて増えることですか？でも私メンバーにあんまりリップあげたことないかもしれない。なんかリップってさ、その人に合う色ってきっとあると思うんですよ。例えばすごい肌白い子がオレンジつけても、多分あんまなんか似合わないっていうか、似合わないわけじゃないけど、多分もっと似合う色があるから、なんかリップは多分、まああげてもいいと思うんですけど、難しいよね、選ぶのは。聞いた、こっちも。でもみゆちゃんから今年のお誕生日プレゼントリップもらったわ。そしたらまつげを塗ります。マスカラだ、マスカラ大事、マスカラ大事。眉毛描かなきゃ。そうだ、そう、昨日眉毛剃ってたんだよね。そう、何しようかなと思って、すごいなんか眠たくなかったから、なんかそういうことないかなと思って探してたら、そうだ眉毛剃ろうと思って眉毛剃ったんよ昨日。そうそうそう、思い出したよ。もう眉毛も描きます。描くっていうかもう色のせていくだけだけど。どう、まつげこんな感じです、いつも。待って、もう54分だ、やばいやばいやばい、時間がないです、今やばい。これこそ手持ち鏡じゃん。描きましたじゃない、塗りました。最近左目の調子がいいから左目の下見せるわ。こんな感じになりました。わかるか。そしたら、あ、前髪がぐちゃぐちゃ。そしたら何したいんだっけ。あ、そうだ、眉毛を描きます。お腹も空いてきた、やばい。そう、今ね、時間がないの。自分のせいで。そう、自分がちゃんと起きなかったせいで、時間がありません。そういう感じですね。すごい珍しい分け目してめちゃくちゃ半開きやった。今気づいた。めっちゃ半開きでした、口が。
たらもう一番最後のやつをやります。これが一番大事と言っても メイクのこだわりますか？まつげですね。まつげ今からこだわりをあれなんですけど、あのまつげの束感を出すのにハマってる最近は。なんか可愛いから。うん、たけしのくしゃみびっくりするし、おっきいし響くし、なんもいいことないやん。なんか今日不調かもしれない。もういっか。やっぱなんかね、右目のねめっちゃまばらなんですよ、長さが。左目違って、左目のまつげはすごい長さが割と均等なんですけど、よし、できた。まつげ終わり、メイク終了。こんな感じです、私のメイクって言ってもまだあれですね、今日は目だけ、ここのここから上だけでいいから、マスクしてるんで、あのいいんですけど。終わりました。ということで、そろそろ配信も終わらないと、お家を出なきゃいけない。ありがとうございました。すごいメイクしただけの配信になっちゃったけど、これから一個お仕事とリハーサル頑張ります。ありがとうございました。バイバイ。また明日、また明日お知らせします。あのショールームする時間。今日はあの空き時間で保護してるので会えたらいいなって思ってます。バイバイ。ありがとうございました。またね。バイバイ。